スザク君、よかった、無事で。ああ、僕のランスロットがこんな傷物に。何言ってるんですか、ロイドさん。いつまで経っても脱出ブロックをつけないから、スザク君がこんな目に遭うんですよ。いえ、ランスロットを壊してしまったのは僕のせいなので。でも、あの人が加勢してくれたので助かりました。でしょでしょ、彼女はなんと特化の新しい仲間なんだ。新しい仲間？そう、紹介するね。ガーフィールド獣医サブデバイサースザックの予備ってところかな。どうして君が。私も何が何やら。あら、二人とも知り合いなの？学校のクラスメイトで、同じ生徒会の友達でしょ。うん、友人です。そう、彼女はスザックのお友達。軍の入隊試験を受けてたからうちでもらったんだ。もらったってそんな簡単に。それにスザック君の友達だからって。それだけじゃない、君も見てたでしょ、彼女の操縦技術、掘り出し物だよ。それは確かに。はあ、こういうことはあらかじめ教えておいてほしかったです、ロイドさん。ごめんね、いろいろ急だったからさ。驚いたな、まさか君が軍人に。特派に配属になるなんて。驚いたのはこっちも。技術部って聞いていたから戦闘には出ていないと思っていたのに。ごめん、学校のみんなには心配をかけたくなくて。特別派遣共同技術部、つまりは試作機の開発と運用を行う特殊な部署ってところね。その試作機が白カブトことランスロット、そしてそのパイロットがクルルギスザク。言えるわけがないか。学校のみんなにはおろか、ルルーシュにすら。でもスザクが無事でよかった。君のおかげさ、改めて礼を言わせてほしい。ありがとう。どういたしまして。クルルギスザク、ルルーシュの手を取らずに中からブリタニアを価値のある国に変えることを目指すか。だけどランスロットのパイロットとしてゼロのルルーシュの前に立ちふさがるというのなら私の敵だ。バイク1台調達するのにも苦労してたってのに。潜水艦か。インド軍区だってバレたらヤバいはずなのに。どういうルート使ったんだろう、あの女。それでは黒の騎士団再編成による新組織図を発表する。軍事の総責任者に東堂京志郎。おう、ん。情報全般、広報、諜報、障害の総責任者にディードハルトリード。このブリタニア人が？しかもメディアの人間だぞ。ゼロ、民族にこだわるつもりはないが、わざわざブリタニア人を起用する理由は？理由？では私はどうなる？知っての通り、私も日本人ではない。必要なのは結果を出せる能力だ。人種も過去も手段も関係ない。わかったわかったよ。副司令は奥義要。俺が？不服か。いや、ま、もともとのリーダーは奥義だし。新参者じゃちょっとな。技術開発担当にラクシャード。当然。ゼロ番隊隊長光月カレン。ゼロ番隊？ゼロ番隊だけは私の直轄となる親衛隊と考えてもらえばいい。親衛隊ゼロの。現在は別の任務についているが、同盟機もこのゼロ番隊の所属になる。1番隊隊長朝比奈翔吾、2番隊隊長千葉涼雅、3番隊隊長影崎絆、第2特務隊隊長玉木慎一郎。以上だ。よっしゃー。え、C2 は役職なし？ゼロ、一つよろしいでしょうか。ん？後ほど協議すべき議題があります。
名誉ブリタニア人とはいえ、イレブンが騎士になるとは。テレビ放送も許可したとか。どうやって取り入ったのやら。そこは俺、ユーフェミア様も年頃だからマジかよ。ありえねえだろこんなの。しかも少佐だってイレブンがクルルギスザク何時ここに騎士の誓約を立て、ブリタニアの騎士として戦うことを願うか。イエス、ユアハイネス。何時我欲を捨て、大いなる正義のために剣となり盾となることを望むか。イエス、ユアハイネス。ユフィー姉様、スザクさん。私、ユーフェミアリ・ブリタニアは何時クルルギス・スザクを騎士として認めます。勇気。所属がややこしくなるな。ロイドさんが話は通したみたいですよ。あの方に。ええ、私もお会いしたことはないのですが。あの方というのは。ブリタニア帝国の最初、第二王子シュナイゼル・エル・ブリタニア様よ。この特派が存在できているのもシュナイゼル殿下のおかげなの。え？ということはロイドさんが最初に直接話したということですか？ロイドさんって何者なんです？ただの放蕩貴族よ。位が伯爵ってだけで。は、伯爵？え、だから今日の叙任式にも貴族として呼ばれているのよ。スザク君の叙任式も無事に終わったことですし、私たちは仕事に戻りましょう。こっちの班はランスロット式典仕様への感想を行います。ロイドさんが戻ってくるまで済ませましょう。総督府からの依頼なのにあの人を嫌がりそうなので了解です。式典仕様って何ですか？ほら、スザク君が急に騎士に選ばれたでしょ。公女の騎士に見合うように蒸気にも手を加えるの。機体によってはマントをつけたり装飾を施したりするんだけど、ランスロットの場合はコックピットブロックの修理をしつつ表面の加工を変えるのよ。そんなことまで。はいはい、私たちものんびりしていられないわよ。あなたの機体を仕上げないと。このサザーランドカスタムですね。ええ、ランスロット用に開発する装備の実証実験機として組み上げたあなた専用の機体よ。スザクと同じランスロットではないんですね。ランスロットは特殊な技術を使ってる分高価でね。予備はパーツ止まりで予備機なんてとても無理なの。でもこの機体だって上位機のグロースターよりも性能を引き上げていて。あ、すみません、この機体に不満があるわけではないんです。少し疑問に思っただけで。ランスロットが手に入るならいざという時にとは思ったけど、そううまくはいかないわね。機体自体は組み上がっているんですよね。あとは OS の調整ですか？え、あなたはコックピットの方に回って。わかりました。偶然にも騎士となったスザクと同じ部署に配属された。これはある意味好機。ただランスロットのパイロットがスザクだと分かった今、ルルーシュはどう動く？クルルギス・スザク、彼はイレブンの標準派にとって旗印になりかねません。私は暗殺を進言します。暗殺？クルルギ王冠。なるほどね。反対派にはゼロってスターがいるけど、標準派にはいなかったからね。人は主義主張だけでは動きません。ブリタニア側に象徴足りうる人物が現れた今、最も現実的な手段として暗殺という手があります。反対だ。ん？そのような卑怯なやり方では
日本人の支持は得られない。そうです、俺たち黒の騎士団は武器を持たない者は殺さない。暗殺って、彼が武器を持っていないプライベートを狙うってことでしょう。私は最も確実でリスクの低い方法を申し上げたまで、決断するのはゼロです。簡単なことだろう。クルルギスザクにギアスを使えばいい。ダメだ。なぜだ。意地か、それとも友情、プライドか。全部だ。たとえ殺すことになってもか。ちょっと、これってどういうこと。あら、お帰りなさい、ロイドさん。お疲れ様でした。お疲れ様でしたじゃないよ。どうして僕のランスロットがこんなテカテカになってるのさ。何を言ってるんです。先日総督府から依頼があったでしょ。式典用の機体を準備するようにって。あれ、そういえばそんなことを。ランスロットは予備機体が準備できないので、式典用の塗装でお茶を濁すしかないでしょう。それにこのパール部分は新素材の特殊被膜材ですよ。結果的に男性装甲の効果を得られるんですから、いいじゃないですか。そういうことじゃないんだよ。へえ、この塗装ってそんな効果があったんですね。ちなみに金色の部分は純金を貼っているの。あまり触らないようにね。あ、はい。兵器に純金を貼るなんて、いや、それほど皇族の専任騎士というのは特別なんだろう。ランスロットの塗装のことは諦めてください。それよりもスザク君は一緒じゃないんですか。戻ってこれるわけないでしょ。今回は異例なこと続きで総督府も大混乱なんだから。名誉とはいえ、ナンバーズが皇族の騎士に選ばれたからですか。当然それもある。でもスザク君だからという方が要因としては大きいね。日本国最後の首相、クルルギ元部の息子だからですね。おや、やっぱり知ってたんだ。クロビス王子殺害の容疑者になっている時にニュースでそう言っていました。騎士に任命されたスザク君をどう扱うのか、前例がないので手探り状態というわけですね。そう、そこで頼りになるのがあの方、シュナイゼル殿下がこのエリア11にお見えになるそうだよ。シュナイゼル殿下が。第二王子が。うん、僕たち特派も殿下をお出迎えすることになりました。ユーフェミア公女殿下の付き添いでね。ではスザクも一緒にですか。当然、君にもそのサザーランドカスタムと一緒に来てもらうからね。はい、第二王子の出迎えにユーフェミアとスザクが。これはチャンスね。何も言ってはくださらないのですね。騎士の任命は皇族の特権だ。総督といえど口を出す資格はない。クルルギスザクは名誉ブリタニア人ではありますが、その能力は騎士とするにふさわしいものです。それはお姉様も。総督だ。あ、総督もその目でご覧になったはずです。ナンバーズを区別するのはブリタニアの国税だ。では私が変えてみせます。うん、分かっているのか副総督。それは皇帝になるということだぞ。思考エレベーターの構築は予定通りだ。ああ、分かっておる。シュナイゼルが。はい、いかがいたしましょう。好きにさせよう。自信があるなら挑んでくればよい。珍しいね、ルルーシュがシミュレーターをしているなんて。俺だってたまにはな。悩んでいるの？何を言ってる？スザクのこと。私が配属されたの特別派遣共同技術部、通称特派。スザクと同じ部署。なんだと？東堂京四郎救出作戦の時、私もあの場にいた。四聖剣と交戦したサザーランド、あれよ。あのサザーランド、
お前が乗っていたのか。道理で手強いわけだ。ということは当然お前も知っているんだな、白兜のパイロットがスザクであること。ええ、共同兵器 G01 ランスロット、それがあの白兜の正式名称。あれの試験運用を行うのが特派の役目。そしてスザクはランスロットの性テストパイロット。本当にイレギュラーだったというわけか。ええ、新宿月頭の時も成田連山の時も私たちの前に立ちふさがったのはスザクだった。どうするつもり、ルルーシュ。スザクは友達でも敵だった。決まっている。捕らえるんだ。捕らえて今度こそ仲間に引き入れる。前はできなかったのに。次は何としてでも、ゼロの正体を明かしてでも俺は。わかった。私としてもそうなってくれた方が心強いし、そういうことなら私も協力させてもらう。今回はブリタニア軍人としてだけど。その口ぶりだと情報を持っているのか。ええ、ユーフェミアが第二王子シュナイゼルの出迎えに式根島へと向かう。スザクとトクハもそれに随伴するの。シュナイゼルだと？何が目的でエリア11に？スザクのことで混乱している総督府のフォローっていうのが噂であるけど。そんなことで最初が出張ってくるわけがない。あいつの目的は他に何かあるはずだ。でしょうね。しかし、その情報は有益だな。助かる。もし、あなたがスザクのことで悩んでいるようなら教えていなかった。人を試すような真似をして。ごめんなさい。でもルルーシュの意思を知りたかったの。そんなに心配しなくていい。お前との契約は忘れていないさ。俺自身の目的もな。第二王子シュナイゼル、母さんを殺した犯人を知っている一人、奴を捕らえるためにもまずはスザクを。母にサインをもらった書類、これで全部になります。ごめんなさいね、手続きが急だったために書類を急がせてしまって。いえ、特派がアッシュフォードの大学棟に間借りしてくれていたおかげで近くて助かりました。今日はこれから学園に戻るの？はい、これからスザクの騎士叙任のお祝いパーティーがあるんです。あら、いいわね。あなたも入隊祝いをしてもらったりするのかしら？いえ、私は入隊したことを隠しているので。そうなの？はい、みんな心配すると思いますし、今回の経緯を説明するのも難しいですし。確かに今回のあなたの処遇はロイドさんが独断に動いちゃったものだから、ルートがめちゃくちゃだものね。あはは。では今日はこれで。楽しんできてね、スザク君にもよろしく。あ、そういえばシュナイゼル殿下のお出迎えの件、スザク君にも伝えないと。でもスザク君まだ携帯電話を持っていないのよね。さっき彼女にことづてをお願いすればよかった。聞いたよ、ロイドさん。聞いたって何を？その伝言係、僕が頼まれてあげる。君はデスクワークで手が離せないんだろ？そうですけど。前からちょっと行ってみたかったんだ、スザックの学校。婚約者の彼女もいるし。わかりました。あんまり騒ぎを起こさないようにしてくださいね。わかってるよ、僕はちゃんとした大人だよ。ちゃんとしてないから心配なのに。スザックのお祝いパーティーか。何でもパーティーにするところが生徒会らしいといえばらしいね。お祝いか。やっぱりお祝いという言葉を意識するとあの記憶が。でもどうして思い出そうとすると吐き気がするの。どうしたんだ、具合が悪いのかい？ああ、スザク、やっと来た。大丈夫、ちょっと待ちくたびれただけ。すまない、成長でいろいろ手続きがあって。スザクは真面目ね。冗談よ、
ちょっと疲れが溜まってたみたい。もう大丈夫。みんなが待っているし、早く行きましょう。ああ、大丈夫ならいいんだけど。だから大丈夫だって。さあ、行こう。自分でもどうしてだかわからない。このことは誰にも言わないでおこう。あ、ナナリ。遅くなってごめん。スザクを連れてきた。ごめんよ、ナナリ。遅くなった。お二人とも、お待ちしておりました。みんなは、エントランスに集まってるの？ええ。ミレイさんたちが準備をしてくれています。そう。手伝えなかったこと、後で謝らなきゃ。そんな、スザクさんに連絡を取っていただいただけでも。あら？でも、どうやってスザクさんに連絡を取ったのですか？スザクさんは、携帯電話をお持ちじゃないですし、最近は騎士としてのお仕事で忙しくて、大学棟の方にも。それは。あからさまに困った顔。私が軍に入ったことを内緒にしてくれと頼んだ手前、ナナリーに本当のことが言えない。でも、ナナリーには嘘をつきたくない。そんな顔だ。仕方ない。実はね、ナナリー。私も軍に入ったの。それで偶然にも、スザクと同じ部署に配属されたんだ。ああ、だからスザクさんに連絡が取れたのですね。ええ。でもみんなが心配するといけないから、スザクには内緒にしてほしいって頼んでいたの。申し訳ありません。それなのに、余計なことを聞いてしまって。ううん。でも、みんなには内緒にしておいてくれる？あ、はい。さよこさんも内密に。はい、ナナリー様。ごめんね。ううん、いいの。それよりも、そろそろ行きましょう。主役がいないと、パーティーが始まらないでしょ。ああ、行こう。それでは、我がアッシュフォード学園、生徒会風紀委員、クルルギスザキ君の騎士叙勲を祝いまして、おめでとうパーティー、開始！乾杯！いやー、すげえよな。おめでとう、スザク君。企画立案はナナリーだよ。お祝いいっぱいされたでしょうけど、私たちのも受けていただけますか？もちろん、すっごく嬉しいよ。よかったね、スザク。私はどうすれば。ユーフェミア様。こんにちは。あ、ねえ君、クルルギスザク少佐はここにいるって。うん、面白そうなことやってるね。わかるんですか？ウランでしょ、失労数235の方。はい、そうなんです。このウラン235に熱中精子を吸収させると、2つの原子核と高速中性子に分裂するんです。でも問題は、燃料として使えるウラン235が天然ウランの中には 0.7% しかないことなんです。いくら分裂させるための装置を用意してやっても、このままじゃ実験できないんですよね。だから。会長、ニーナは？うん、声はかけたんだけど。あ、カレン、ピザ並べるの手伝って。おい、聞こえてる？ゼロのためよ、カレン。ここでやらないと。シャーリーが手伝ってほしいってさ。ごめんなさい、今は大切な用事があって。なんだい、その用事って。あれ悪い、遅くなった。あ、ブルーシュ。とんでもない、来てくれただけで嬉しいよ。ああ、彼。そうだ、この間のこと、ほら、大切な話があるって。ああ、あれはその、もういいんだ。え？残念でした！また仕事が増えちゃったね、スザクくん。あ、はあ。誰？
ちの上司ロイドさん、どうしてここに。ロイドさん、何か。あれ、ミレイちゃん知ってる人。婚約者だもん。で、いいんだよね。あ、はあ、言っちゃった。知ってたのか。うん。ちょっとちょっと、はじゃあ、あんたが。名前はロイド伯爵。伯爵、伯爵様。そのお二人はどういうご関係で。だから婚約者。本気だったんだ。あの、もしかして軍務ですか。そう、大事なお客様が船でいらっしゃるんでね、お出迎えを。もちろんランスロットとユーフェミア公女殿下も一緒に。わー、ついでにガーフィールド君もね。え、どうして。彼女を知ってるんですか。もちろん、だって彼女うちの部署の新人さんだもんな。スザックの同僚でしょ。ねえ。あちゃん、行っちゃうんだもんな。バレてしまいました。そのようで。どうして式根島なんですか。東京疎開の方が安全なのに。私も教えてほしいんですけど。え、セシルさんも知らないんですか。僕も。は？何かしらの目的があるんでしょうけど、基地しかない島に何の用事が。シュナイゼル殿下のみぞ知るってことだね。それよりもロイドさん、二人から聞きましたよ、スザク君たちの学校でのこと。あ、え、ひどい目に遭いました。スザクが主役のパーティーなのに質問攻めにあって。説明が難しいからね。主にロイドさんのせいですけど。内緒にしてるって知らなかったんだから仕方ないじゃない。普通は空気で察するものです、普通の人なら。残念でした。僕は普通じゃないんだな、これが。まったく、この人は。ユーフェミアム、本国からの皇族を出迎え、あの島にやってくる。騎士であるクルルギスザクも共にいるはずだ。戦略拠点ではないため、敵戦力も限られている。これはチャンスだ。作戦の目的は、クルルギスザク、およびランスロットの捕獲。戦場で勝って、堂々と捕虜にする。うん。捕虜にしてどうすんだ。そこから先は、私に任せてもらおう。この辺かね。うまくいきそうですか。大丈夫でしょ。副産物のステルスも機能してるみたいだし。どうしてわかるんです。だってブリタニアに見つかってないじゃない、私たちが。ああ、それじゃあファーストステップだけだけどね。ディートハルド、カレンに何を吹き込んだ。クルルギスザクの内定を依頼しただけです。少々含みは持たせましたが。勝手なことをするな。私は暗殺を指示した覚えはない。結果的に卑劣な暗殺ではなく、正義の鉄槌だと民衆が思えばよいのでしょう。メディアを使えば真実は隠せる。世界をつかむには綺麗事だけでは済まない。違いますか。ディートハルド、お前の目的は何だ。左遷されたとはいえ、お前はブリタニア人だ。黒の騎士団に加わって世界を変える必要などないだろう。私はあのクルルギスザク強奪事件で初めてあなたを見た。震えました。新しい時代が人という形をとってそこにいる。私はあなたを取りたい。たった一人の男が組織を作り、国家を打倒し、いずれ世界に君臨する。その歴史をこの私が一番近くから記録する。こんなに心躍ることはない。記録？自ら事件に介入するのなら、それは捏造だな。主観なき情報などありえません、ゼロ。ジャーナリズムとは所詮人の意思が作るものです。お前の担当は軍事ではない。承知しております。私です。はい、
礼します。あ、大木さん。うん、カレンの話の内容は予想がついている。だから大木にも来てもらった。話とは同盟のことだろう。はい、そうです。学校の方で彼女がブリタニア軍に入ったと聞いて、それで。彼女がブリタニア軍に？ああ、大木も知っていると思うが、彼女は日本人とブリタニア人のハーフだ。私の諜報員として潜入してもらった。なるほど、そういうことか。今回の情報も彼女が独自のルートからもたらしたものだ。でもそれなら私だって。前にも言ったはずだ、カレン。黒の騎士団のエースは君だ。そして彼女は遊撃手。君とグレン錦が本領を発揮できるようにするのが仕事だ。だからカレン、君にはエースとしての自覚を持って活躍してほしい。はい。到着時刻は予定通りです。司令部に控えの間を用意させておりますが、いかがいたしますか。船はここに寄港すると聞きましたが。はい、変更はありません。では待ちましょう。わかりました。警護担当は、テロリストがどうやってここに。1番隊そのまま前進、0番隊は1番隊の側面から援護しろ。イレブンが意外とやるな。さすがだな、東堂。ナイトメアなしでブリタニア軍に土をつけただけのことはある。あとはユーフェミアにこの情報が伝わればいい。司令部が何者かの攻撃を受けているようです。え、予定通り始まったな。疎開に引き返しましょう。護衛部隊の手配はできますか。かえって危険かもしれません。広範囲に浅くジャミングがかけられているようでして。ご安心ください。ユーフェミア様のことは自分が守ります。いえ、あなたは司令部の救援に向かってください。は？副総督、彼は名誉ブリタニア人ですぞ。敵は黒の騎士団である可能性が高い。ランスロットこと裏切ったら。あの、分かってます。それって皇族批判ですよ。あ、いえ、そんなつもりは元。クルルギスザク、ここであなたの力を示すのです。そうすればいずれ雑音も消えるでしょう。はい。なら私もスザクのサポートを。あなたはダメ。ここでユーフェミア皇女殿下の護衛を。いいじゃない、出しちゃえば。彼女のデータも欲しいんだし。何を言ってるんですか。彼女はまだ実戦経験がないんですよ。あるじゃない、この前だって黒の騎士団と戦ってたでしょ。それは私は出れます。こっちは警護の人がいるから、心置きなく司令部の救援に行っちゃって。わかりました。もう。ユグドラシルドライブ起動確認。出力安定。いつでも出れます。了解。出撃後ランスロットのカバーに回れ。くれぐれも気をつけてね。了解です。頼んだよ。ええ、任せて。そのサザーランドカスタムはバリスの量産試作と外部エナジーフィラを積んだ機体だよ。バーストモードで連射するとすぐにエナジー切れを起こすから気をつけてね。わかりました。両機ともステータスオールグリーン。バックアップ成立。ランスロット、サザーランドカスタム、共に発進よし。ランスロット、サザーランドカスタム、発進。守備部隊とどめいただき、どっか。ゼロ、やっぱり。さあ向かってこい、須崎。対象を確認。各機第三陣形を取りつつ交代せよ。対象には手を出すな。繰り返す。
対象には手を出すな。この司令部は私に任せて、スザクはゼロを追って。だけど私は大丈夫。早く行って。わかった。ごめんなさいスザク、だけどこれで見慣れない機体、ブリタニアの新型か、グレン・ニシキ、カレンか。だったら新型に乗っているのはあなたなのね。ええ、私は今ゼロの指示でブリタニア軍に所属している。このまま戦闘のフリを続けてほしい。わかった。今回の作戦どこまで聞いているの？捕獲用トラップを仕掛けているところまで。でも設置ポイントは知らない。北西の砂丘地帯。了解。もう少し付き合ったら最後に左腕を破壊して、スザクを孤立させるための理由付けね。了解。ああ、遠慮なく。副車波動じゃないだけマシか。じゃあ、私もゼロに合流する。ええ、作戦の成功を祈ってる。ああ、はい、特派のおかげで。あ、しかし、それでは。 Yes, your highness。装備なしで飛び込むなんて、それともランスロットを囲むつもりか。自らおとりにして。しかし、ゼロ、これで。お前を捕まえた。なんだ、動けない。ダメか。話がある。クルルギスザク、出てきてくれないか。第一駆動系以外は動かせるはずだ。捕虜の扱いについては国際法にのっとる。話し合いに乗らない場合、君は司法から銃撃を受けることになるが。構いません。スザクに出るよう伝えてください。それよりどうしてランスロットは動かないんですか？ナイトメアの駆動系に使われている桜ダイト、そこに何らかの干渉が。ゲフィオンディスターバー。まさか。でも部分的にジャミングも働いてるし、理論だけだと思ってたけど迂闊だったな。やはり君なのか、ラクシャーだ。効果範囲も持続時間もまだまだか。おい、大丈夫か？ええ、左腕をやられただけ。問題ない。あとはあなた次第よ、ルルーシュ。クルルギス族、単刀直入に言おう。私の仲間になってほしい。それは脅しかい。だとしても断る。前にも言ったはずだ。間違った方法で手に入れた結果に意味はないって。では聞こう。今の平和にも意味はないのか。7年前、日本が徹底抗戦を選んでいたらどうなっていたと思う？中華連邦と EU が介入し、日本は3つに分断され、未だに戦い続けていただろう。つまり今の平和はいち早く決まった無条件降伏によるものだ。そうだ、父さんの築いた平和を壊さないために自分は戦っている。違うな、間違っているぞ。降伏は選挙で選ばれたクルルギ首相ではなく、彼を殺した何者かが勝手に決めたことだ。政府の指揮系統に乱れが起こり、降伏を選ぶしかなくなった。わかるな、人々の意思は奪われたのだ。ルールを破った一人の犯罪者によって勝手に。聞き取れますか？マイクのノイズが大きすぎて。あ、どうしてそれを。一つだけ食材する方法がある。え？あの時に
日本人が選べなかった選択肢を身をもって提示することだ。7年前に盗まれたブリタニアと戦うという道を。戦う？またそれか。これも一つの道だ。君は自分のエゴを多くの人々に、未来永劫にわたって押し付けるつもりか。それが平和だというのか。応答しろ。聞こえるか、クルルギ少佐。応答しろ。いいかな。好きにしたまえ。こちらはブリタニア軍式根島基地司令バイエル中佐だ。これよりテロリストに対し地対地ミサイルを撃ち込む。クルルギ少佐はその場にゼロを足止めせよ。ノグ、部下に死を命じるのか。クルルギ、お前は。君のやり方には賛同できない。今自分にできることは。あいつ動くな。力場の干渉を受けるぞ。でも ポートマンを警護に就かせます。副総督はひとまずこの。お待ちなさい。ランスロットを壊すつもり？クルルギ少佐が足止めをしています。今ならゼロを倒せるのです。誰がそんな作戦を。クルルギスザクは私の騎士ですよ。これは準一級命令です。命令の撤回は総督以上か3名以上の召喚クラスの合意によってのみ行われます。だからそんな指示を下したのは誰です。私にラインをつなぎなさい。準一級命令です。ユーフェミア副総督、おどきなさい。副総督、基地に伝えなさい。私が巻き込まれる危険があると。それでも発射命令を出せますか。わがままも大概にしていただきたい。あのユーフェミア様ならダメじゃないかな。それでもミサイル攻撃、スザクごとゼロを殺そうというの。おい貴様、どこに行く。持ち場を離れるな。あいにくこの基地の所属じゃないの。死ねと命令するの。ブリタニアはスザクが日本人だから。馬鹿げている。そんなことさせるわけにいかない。ルルーシュもスザクも殺させやしない。接近するミサイルを確認。ねえゼロ、今助けに。しまった。けこのままではお前も死ぬ。本当にそれでいいのか。クルルギ少佐、これは無駄死にではないぞ。国家反逆の滞在人ゼロを確実に葬ることができるのだ。飛行の部分は後々まで語り継がれることになろう。黙れ。全ナイトウェア、飛来するミサイルに対して弾幕を張れ。全弾撃ち尽くしても構わん。スザク、ゼロを離せ。私は生徒会のカレン・シュタットフェルトだ。こっちを見ろ。ミサイルの数が多い。このままじゃ。このバリスのフルバーストモードなら。まだだ、まだ。なんだあのブリタニアのナイトメア、ミサイルの迎撃を手伝ってくれているのか。かな。これでミサイル着弾なし、全て撃ち落とされた模様。テロリストどもめ。さすがにエナジー切れだけど、これでルルーシュとスザクも。何この大きな機影は。まさか空を飛んでいる。スザク、まだ死んではなりません。軍人は命令に従わなければならないんだ。その方が楽だからな。人に従ってる方が。お前自身はどうなんだ。違う、これは俺が決めた俺のルール。
ロートシステムか。やられた。あれはお兄様のアバロン。なんだ。スザク、このままでは本当に死ぬぞ。ルールを破るよりこの分からず屋が。